This is Hiroshi Hayashi Hamama City, Japan. An UFO with its mother ship. Uh, this is an UFO which docked at the International Space Station, and this is it. And uh, you may think, or wonder if this is a UFO or not. This is a an UFO, an unidentified flying object as a matter of fact. And some people say that this is a sort of a shadow ship between uh, Earth and the space, uh, kind of a Russian M uh, MT31 or something like that, but it is not. I will show you because I have found another mothership in this video. This video comes from the Space uh, Center uh, station directory via streaming videos. January 29, 2014. This is a film on the is film in Japanese a day on これがあの1月29日に撮られたまあ固定カメラからのスペースステーションのあビデオですね。でこのスペースステーションのあに脇にです、ね、奇妙な物体がくっついているわけですで。これは何かということなんですよね。 それで、まあ、あの UFO であるとかないとか議論が起きたというか、まあ、私の間で起きただけですけどかもしれませんけども起きたわけですねでこれはゴミ回収戦かもしれないと,ということだったんですけども新しいビデオを直接あその当事者の方から送っていただきましたこれが1月2月11日のあフィルムです注意深くご覧くださいだんだん消えていきましたね でこれに対してステレスをステレス製を使ったのかスティール製ねあるいはどっか行ってしまったのかという議論が起きたわけでありますでここに本当に物体はあったのかなかったのかということなんだったんですけどもさらに驚愕すべきというか驚くべき事実をこれから皆さんにお伝えいたしますこの写真を止めてですね この部分を見てください。何かぼんやりと見えるのが分かりますかでこのままではわからないんですねこのスペーステーションのすぐそばにそこでですね私なりに画像処理をしてみましたただしインチキフェイクは一切していませんのであー誓ってそう申し上げますただの画像処理ですそして明度を上げガンマを上げてきますとここに奇妙な物体が現れてきます まさにマザーシップですね影のように思っていたんですけどもこうして画像処理をしますとここに別のまあ巨大になって言いますかこの向こうにあるとしたら巨大な UFO が現れたわけでありますこれは UFO ですでないというならばこれは何なのですか Uh, Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello. This is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. February 11th, 2014. Aliens docked ship at ISS. Uh, Mr. ilgenis uh, himself sent me a video about a new UFO which uh, was docked at uh, ISS and uh, it disappeared gradually and uh this is very important because the euphor my wife and i saw disappeared also gradually very gradually so um some people will say this is not think this uh for and including me and it's up to you whether uh you think it and you how you think about this uh object uh, which docked at ISS.in Japanese,、uh, イグリイルゲイリスさんですかね。あの、その方から直接1時間ほど前に、この UFO の、uh, 新しいビデオを送ってくださいました。で、まあ、彼はこれはフェイクだというふうに思うというふうに書いてあり、あの、言っていますけども、この UFO の消え方はですね、えー 私とワイフがほぼ30年前に見た UFO の消え方と同じなんですね。いわゆるあの、離れて消えるんじゃなくて、徐々にこう透明になって消えていくという消え方なんですね。というような点から、私はこの、物体はですね、UFO の可能性が非常に高いというふうに判断しました。後の判断は皆さんにお任せいたします。 Uh, also, this is a video uh, which I made February 8th uh, about four days ago, and uh, in which uh, uh, and about which uh, some people uh, gave me some comment on this uh, object uh, which seemed to have docked at ISS in Japanese. Uh of May, I the前後, あの、ビデオを発表しましたが、それに対して、まあ、UFO であるとか、ないとかという、まあ、いろんな、あの、コメントをいただきました。で、それは今、ここに紹介してるんですけども、ええー、まあ、そういうことなんですね。で、この時点では、まだ、あの、えー、っと、その、奇妙な物体が、ISS にね、インターナショナルスペースステーションにですね、あの、ドッキングした状態だったものですから、あのー、 ということなんですね。もし、まあ、この方をおっしゃってるように、もしこれが本物なら、これ大変なことなんですよね。あの、今までその UFO を見たとか、という状況じゃなくて、直接この UFO がですね、人間のその世界に、えー、接触してきたという意味でですね、あの、なんて言いますか、今までのその UFO の常識を覆すものな,なんですよね。そういった意味で非常に重要な意味を持つわけであります。あ意味を持っていくか、そういうその内容なんですよね。 で、まあ、これに対して、ま、はじめ、あの、佐藤森本さん、キューブスターンさん、両方の方からですね、あの、同時にこの情報をいただいたわけです。で、この中央、あの、ちょうど首のところについている。もともとこの、と言いますか、もともとじゃ構いません。これ同じ情報がですね、別のあの、UFO ウォッチャーのサイトに出ていました。で、これは何かということなんですよね。で、これはあの、レンズのごみ説ということを、あの、 ジャクサ、日本のね、宇宙開発機構はそういうふうに説明したそうですけども、あの、読者の人の方にね、あの、明らかにこれはゴミ、ゴミではありませんね。あの、これをゴミという方が無理です。というのはですね、あの、地球が回転すると同時に、あの、まあ、光のあ,あちこちに反射して、あの、太陽光線を受けるんでしょうか、あの、高度が変わるんですけども、その瞬間にその、 この物体の明るさ、明度もあのあ、あの、上がったり下がったりするんですよね。ゴミならばそういうことはないはずですし、このカメラ自体がですね、あの、ISS に固定してあって、それから U-Stream ではないんですけども、U-Stream と同じ方式で、常時地上にあの配信してるわけですよね。いわゆる宇宙ステーションの様子を、まあ、しやるためにですね。で、この、ですから、まあ、ゴミという、ゴミであるならば、あの、先ほどのように途中で消えるということはないはずですし、 その消え方も、あの、徐々に消えていったという点が、まあ、謎めいてますよね。というようなことで、まあ、これは UFO が UFO でないかと言われますと、あの、私自身はですね、UFO だというふうに思いますが、この、宇宙ステーションと接し、あいわゆるドッキングしているという点で、あまりにもあり得ないということで、 私自身もあの、ショックを受け、ショックを受けるというか、衝撃を受け、まあ、同じことですけどね、衝撃を受けています。で、もう一つその、よく見てください。これは発見した人もずーっとストリームを眺めてて、発見した、なさったんでしょうけども、あの、よく見てくださいね。あの、地球がこうゆっくり回転していくんですけども、あの、ロシアの連絡船がですね、補給船が、 あの、コードを上げると同時に、この、あの、物体も、コードを上げたり下げたりしてますよね。そして、あの、薄いですけども、あの、立体的な影ができているっていうようなことから、これをゴミ、ゴミだというのはちょっと無理があるんじゃないか。ほら、暗くなりましたですね。ですから、ゴミだというのには、思います。そして、まあ、これは非常にこう、重要な場面ですから、 皆さんもう慎重に判断なさっていただきたいと思うんですね。で、これがその物体なんですけども、確かに形らしいものがあるということなんです。で、これ別のサイトに出てたんですけども、この黒い物体っていうのは以前にもあの紹介されてたんですよねああの。もう私が最初に見たのは4、5年前ですけども、あのその時はまあこれであ,のあまりにも出来すぎと言いますかね。あのということで、 フェイクだと思ったんですよね。で、まあ、そのままにしておいた、まあ、記憶の中ではそのままにしておいたんですけども、あの、いわゆるその物体、黒いと言ってもですね、前の光をこう吸い込むように黒いもんですから、形そのも,のものが反射して浮かび上がってこないんですよね。そういう黒さなんです。あの、まあ、炭のように黒いという言い方でも、炭でもちゃんと写真撮れば形が映りますからね。 で、この、今の人はその、物体と、これは多分南米で撮られた写真だと思うんですけどその物体とですね、ごめんなさいね、あの場所わかりません。あの、おそらくここに書いてあるんですけども、スペイン語は読めないもんですから、ごめんなさい。で、本当は読んで報告すべきなんでしょうけど、また今度報告します。あの、この物体と形が似てるわけですよね。で、並べてみるとわかるんですけども、 えーっと、これは何でしょうかということは、その、2月8日の段階では、まあ、クエッションマーク、クエッションマークで終わりました。まあ、今もそれは、あの、あの、あの、消え方というのは私たちが見た UFO と同じで、私のあの、いつもね、UFO を見たという人に必ず聞く言葉があるんですよ。どのようにして消えていきましたかってことを聞くんですよね。 で、その時のその、様子を聞いて、その人が話していることが、まず本当か嘘かということを、まあ内心では判断するわけですけども、私たちが見た UFO は、あの、空に溶け込むようにして消えていきました。それはあの、遠ざかって消えていくっていうんじゃなくてね、あの、溶け込むようにして消えていったんですね。あれ,あれはあの、その、ですから、スーっと影が薄くなって、その向こうの星が、今度は逆に、あの、明るく見えるようになって消えていったっていう感じですね。ですから私はあの、 その方がですね、あの、あの、なんて言いますか、消え方を、要素を話してくださった時にですね、その消え方と、私たちの記憶にある消え方と一致したときには、あ、この人の見たのは本物の UFO だなという、まずその、簡単な判断を下すわけです。ですから、UFO だと思いた思、思、思ってはいるんですけど、しかし、えー、ありえ、ありえないことが起きてるわけですよね、今。 で、これはロシアの TM31 ですけど、補給船ですけど、ここにある物体の、物体というか、これがまあ,あ、風船のようなものなのか、あれは何なのかわかりませんけども、これがですね、まあ、風船のように膨らまして、いわゆるその、ゴミ回収船であれば、これは、あの、補給船の付属物ということになるわけですけども、しかしそうであるならば、あのような消え方はしないで、徐々に薄くなって消えていくということはありえないわけですよね。いわゆるその、離れて、 そして地球上に、地球に向けて放たれて、ね、体験、体験内で燃やしてあ、消滅させると。それはまあそういう方法なんでしょうけども。この物体一体何かということで。まあその時、この時はあの、えー、この木、あの色がね、似てるもんですから。しかしあの、付けてる、あの、付け根の位置がちょっとずれてるんですよね。あの、精査していましたんですけども。あの、ずれてるっていうことはあの、 もしこの状態で下の、一番下のところでついているとしても、あちょっと違うんじゃないかということで判断に苦しみました。まあ,あ、後の判断は皆さんにお任せします。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Albert Einstein wrote, Blind belief in authority is the greatest enemy of truth. And Carl Sagan also wrote, Who is more humble? The scientist who looks at the universe with an open mind and accept whatever the universe has to teach us or somebody who says everything in this book must be considered the literal truth and never mind the fallibility of all the human beings involved. Albert Einstein was 盲目的に信ずることは、それこそ偉大な真実の敵であると。また、カール・セーガンもこう言っています。どちらが謙虚なのかわかるかい心を開いて宇宙をそこにあるがままに認め、それを受け入れる科学者の方が謙虚なのかそれとも、本の中に書いてあることが全てであり、 真実であると考え、人間の犯した間違いを気にしない人の方が謙虚なのかどちらが謙虚なのかわかるかい広しは浜松浜祭りジャパン。今ご覧いただいている写真はですね、 アポロミッションの過程で、まあ、偶然映り込んだ UFO ということになります。私の方で信憑性の高いものを選んでみました。まあ、こうした写真がですね、アポロミッションの過程で撮られ、そして、まあ、外側にいる私たちにレイクされたということになります。まあ、こういう写真も あるわけで、すねでこれが本物なのか偽物なのかということですけども、特にこの UFO に注意してください。これはアポロミッションの過程でですね、少なくとも2016年の8月以前に撮られたものです。ここが重要です。少なくとも2016年の8月以前に 取られたものです。が、同じものがですね、え実は2014年の3月前後に ISS で取られられていました。これは ISS ですけども、この右上に注意してください。ISS のですね、固定カメラが偶然このような謎の物体を 撮影していました、えー。よく見るとですね、ゆっくりと回転しながら ISS に近づいてきて、そしてパッと消えて、まあ、後方ですよね。小さくなって遠くに現れ、また近づいてくるという様子がよくわかります。これについての動画は、えー、2068号の R の方で詳しく紹介していますので、 どうかそちらをご覧になってください。で、これは2014年の3月ということになるわけですね。で、左の方は2016年の少なくとも8月以前ということになります。アポロ計画の、まあ、アポロミッションの過程の中で撮られた写真ですから、まあ、1970年以後ということになるわけですね。 で、もう一度この両者を比べてみてください。で、ここで考えられることはですね、二つとも偽物なのかということになるわけですよね。で、考え、まあ、時系列的に考えますとね、右下のこの ISS で撮られたこの UFO になるものはですね、まあ、左で撮られたと思われるその写真を元にして作られた、まあ、インチキ、偽物写真ということになるわけです。 つまりこの両者は偽物であるという可能性もあるわけです。どちらか一方が本物であれば、両方とも本物ということになりますね。ここが重要です。論理的に考えてくださいよ。左の方が、まあ、アプロミッションの中で取られた UV4 ということになっています。右下の方は、これは、 ISS ですから2000年以後ですね、撮られた写真ということになります。ここでまあ光の方向を検討、検証してみました。光の方向が同じであることがわかります。つまりまあ合成写真ではない可能性が高くなってくるわけですね。合成写真でないとは言い切れませんけども、まあ要するにこの2つの UFO がですね、本物か偽物かということになるわけですけども、実はこれと同じものがですね、 2016年の9月、今年ですよ。イギリスのウェールズの警察ヘリコプターによって捉えられていました。左下がその写真ということになります。で、ここに今詳しく書いておきましたが、要するに左下の UFO はですね、出所がしっかりとしているということです。 まあ、こうした UFO の検証においてはですね、その写真がどこから出てきたかがですね、大変重要です。また、それが決め手になるわけですね。で、その、えー、動画を、まあ、皆さんにご覧いただきますけども、先ほど言いましたように、えー、詳しくは2068号の方で紹介していますので、そちらをご覧になってください。これは、この動画はあくまでも ダイジェスト版ということになります。これは赤外線カメラで捉えられていますので、黒、白黒がですね、反転した形になっています。夜の9時半前後ということです。ですから周りの方がより、まあ、暗いと言いますか、黒いということになるわけですね。これがその UFO ということになります。この動画は出所がしっかりとしています。警察ヘリが 赤外線カメラで捉えた UFO です。で、白黒反転してみますと、さあ、どうでしょうか左下は、これは偽物のはずがありません。そして、それとれ同じものがですね、えー、月月面上でアポロ11号のミッションの過程でも捉えられています。それが左上です。そして、ISS の固定カメラでも捉えられています。で、この3者を 比較してみてください。まあ、詳しい検証はですね、えー、2068号の方でしていますので、興味のある方はまたご覧になってください。そして、これら3社を見比べてみてください。細かい点についてですね、えー、検証するまでもなく、これ,これら3社は同じということになります。つまり、中央が本物の UFO ということになりますね。となりますと、左右の UFO も本物ということになります。これが UFO の真実の証拠と証明ということになります。さあ、会議的なあなた、UFO なんているかなんて頑張っているあなた、この事実をどう考えますかそれでは、バイ、興味のある方は、 68号 R をご覧になってください。 The truth is out there. The X Files is a mystery science fiction. It means that the truths of these mysteries are somewhere but hidden. More specifically, the quote applies to alien life. Some people think that aliens are out there and that. Finding them would be finding the truth. Yes. Some of this proof may be hidden by the government or other powerful people, but Muddler in X-Files believes that the answers to these questions can still be found. The truth is out there. This is Fox Muddler's most important belief. You may know he believes that his little sister Samantha was abducted by aliens when he was young. His entire life has been dedicated to finding out what really happened to her. X-File.真実はそこにある.科学空想小説のタイトルです. X-File という映画にもなりました。つまり、真実はそこにあるのだが、それは何らかの理由により政府もしくは力のある人によって隠されているというわけです。それがそのまま小説のタイトルとなりました。で、X-File の中の主人公のマドラーは、出走した妹を探しながら、その真実を求めて戦い続けます。テーマはエイリアンや UFO に限らず、 あらゆる種類の超常現象に及びます。エイリアンによる人間の誘拐、つまりアブダクションもその中に含まれます。で、今日のテーマは、月面上に現れた UFO です。ここに紹介するこれらの写真は、NASA のアポロ計画の過程で偶然写り込んだ UFO の写真です。私の方で信憑性の高いものを選んでみました。これらの UFO 写真は本物なのか、 それとも、偽物なのか今日はその謎解きに挑戦してみます。では、画面を見ながら説明します。この UFO に注目してみます。で、実はですね、これと同じ UFO と思われるものが ISS、つまり国際宇宙ステーションの近くで、えー、カメラに収められていました。2014年の3月のことです。 これからその、えー、動画を皆さんに見ていただきますけども、この動画はですね、ISS の固定カメラによって捉えられたものです。まあ、この今円形、右のね、円形の中にその UFO が現れてきます。全体に2倍速にしてあります。中深くご覧ください。で、パッと消えてまた現れてきます。 まあ、チューブかご覧くださいね。で、こういうのを見ますとですね、頭の中でイエスなのか、イエスでないのか、ノーなのか、ノーでないのかという、まあ、4つの方向からの綱引きが始まります。で、この動画そのものはですね、あまあ、いわゆるまあ ISS から直接配信されているまあ動画ですから、偽物ということはあり得ないわけですね。 まあ、いたずらということもあり得ないし、また、え月面上に現れた UFO をですね、まあ、それを参考にして作った偽物ということも考えられなくはないんですけども、まあ、それはあり得ないということになります。まあ、この UFO に注意してください。まあ、中心部に円形部があり、そして、えー、その周りをですね、ドーナツのような形のものが、まあ、取り囲んでいることがわかります。 で、大きくし、拡大し、明るくしてみますと、このような形が浮かび上がってきます。まあ、これは何かということになりますけども、まあ、皆さんの後は判断ということになりますよね。これは元の画像ですけど、明るくして、まあ、ここでまた明度を上げて、コントラストを上げてみました。 するとこういう形が浮かび上がってくるということですね。これが ISS すなわち国際宇宙ステーションの近くに、まあ2014年の3月に現れたということです。そして全体としてですね、動画の方を見ますと、もやもやとゆっくりと時計と反対回りにですね、回転しているのがわかります。そして光の方向を調べてみました。 で、ISS に当たっている光の方向と、そしてその、ま、太陽光線ですね。そして UFO に当たっている光の光線の方向を調べてみますと、これ一致してます。まあ、だから本物ということにもなりませんけれどもね。少なくとも、偽物の可能性が少しまた排除されたということになるのではないでしょうか。で、検証してみます。 ま左がですね、これが ISS で撮られた固定カメラによって撮られた UFO ということになります。そして右が月面上に現れた UFO ということになります。同じ写真を使っているってことじゃないですね。あの、違いますね。それで中心部に円形部がありま、周りをですね、ドーナツ用のものが取り囲んでいるということです。そして全体にもやもやと、なんて言いますかね、えー、霧に覆われたような感じになっています。 この両者は同じと私は見ました。そして、右の上のですね、側面の写真も、ま実はあるんですね。で、この側面の写真と同じものかどうかということをちょっと検証してみましたが、同じものと見て良いですね。形状が一致します。そこで私は、これらの2枚の写真からですね、このような、まあ想像復元図を書いてみました。で、窓らしくものがあって、 この辺、ま、辺縁部ですね。そして、えー、そのさらに辺縁部には、こう、また別の窓らしきものがあって、何かしら、こう、こう、後ろって言いますかね、あの、でこぼこした感じがします。まあ、これはあくまでも私の復元ですけども、このようなものがですね、月面上に現れ、かつ ISS の近くに現れたということになり、なるのではないでしょうか。さらに検証を続けています。それで、 この UFO がですね、今までの、まあ、登録された UFO のどれに、まあ、芝に似てるかということを探してみましたけども、まあ、この円盤系のね、UFO は珍しくありませんのした、ま典型的なね、まさに円盤ですよね。フライングソーサーの形をしています。そして、エジプトでも同じようなものが、まあ、壁画に描かれてるわけですね。まあ、この、 この形は、まあね、オーソドックスといいますか、あの、一般的に見られる UFO です。そして下、これがマヤ、アステカで見つかったアーティファクトです。同じく、アステカ、みんなですね、アステカの、ま、見つかったアーティファクトの表面に描かれた、UFO らしきものです。これらみんな形がよく似てるわけですね。が、しかし、ブルガリアのアレクサンドラ・ネフスキー大聖堂にあります、この絵ですね、この中に描かれている UFO にちょっと注意していただきたい。 と思います。というのはですね、この形が似てるっていうだけじゃなくて、左下のこのビショップを見てください。このビショップについては以前も検証しましたけども、これは超等人間、なわちコンヘッドですね、えー。大きな顎、そして頭が上に、上の方に縦型の超等人間です。で、もう一つこのビショップを調べてみます。これはかなり以前に作った、あのー、私がですね、謎解きを始めた頃に作った動画です。 その中ででね、このブルガリアのアレクサンドラ・ネフスキー大聖堂のこの人物に注意していました。で顔がですねあの、まあ普通ではないですね。顔が真っ白ですね。超ホワイトです。で、ほっぺたが青くて、赤くて、ごめ赤くてね。頭上に高いと。そして鼻がひざけて、ひざけていて、そして口がなんとなくそっぱ、風になってますね。 で、これは私は人間ではないというふうに捉えました。そして、えー、これはパラカステえっ、ー、とごめんなさい、これはあの、超頭人間の頭蓋骨ですね。これを、ここに当てはめてみました。そしたら、まあ、一致すると。ですから、まあ、これは超頭人間だと私は判断しました。で、手が異様に小さいですしね。 でから、あの、背が高い。まあ、いろいろ、ま、特徴、超等人間の特徴をいろいろとそら、そそ備えています。その、このアレクサンドラ・レフスキー大聖堂の、この、にあるその絵の中に、先ほどの UFO と同じ形の UFO が描かれてたということですよね。ここが今日のポイントということになります。で、これは、この、このあのー、絵画はですね、修復されて、今はもっと、あのー、 現在のあの絵画はですね、本当に綺麗な白人の姿に描かれています。で、これがまあ、コンヘッドです。で、このコンヘッドとこのビショップの頭の形が一致するってことですね。まあ、あの、こういうことです。髪の毛の薄い人ではないかというふうに判断しています。 で、手がですね、異様に小さいんですよね。小さくて長いと言いますかね、そんな感じです。で、これが、まあ、繰り返しになりますけども、えー、コーンヘッドの頭と一致する。コーンヘッドということになりますと、最近私が検証しましたけども、火星から来た人のすなわち、ときギギっていうことになります。これは、あの、ゼカリアシッチンの書いた本の中にあった挿絵です。で、これは、あの、ま、例えば超人間ですね、コーンヘッドを表したものだということを、 になりますえー、周りに行ってますか、この絵の周りに6方向の光線を持った惑星が描かれています。6方向です、ね、すなわち火星ということになります。地球は7、金星は8ということに8番目ということになります。 ですから、これは、あの、イギ器イコール火星から来た人。これは、あの、タブレットを解読してそれが分かったんですけども、このイギ器っていうのは誰かと言いますと、超等人間、すなわちコーンヘッドということになりますね。まあ、頬骨がですね、異様に、まあ、大きいっていことです。で、眼光がですね、人間と比べても大きいということですね。目の縁が、まあ、側面まで及んでいるということです。まあ、こうした特徴をコーンヘッドは持っているわけです。頭頂頭蓋骨も、人間のそれとは違います。 で、これは火星から来た人ってことになりますと、アレクサンドリア・ネフスギ大聖堂に書かれているあの UFO は火星人の乗り物ということになるのではないでしょうか。で、結論ということになりますけれども、これはあ月面上で撮られた UFO です。で、この UFO をですね、まあ、他の事実と繋げていきますと、どうやらこの UFO はですね、まあ、典型的な UFO ってことになるわけですけれども、この UFO は、まあ、火星からの え、火星人の残留組が使っている UFO ということになるのではないでしょうか。まあ今の段階ではね、あくまでもファンタジーに近い仮説ということになりますけども、まあこれで一つの手がかりを得たということになります。まあこうした UFO がですね、ISS の周りにも現れた。そして月面上でも現れたということです。そしてその、まあ下の左のですね、アレクサンドル、アレクサンドル・ネフスキー大聖堂にある絵画 の中の UFO とも一致するということからですね、まあ、そのような結論を私は、まあ、出します。ということで、続くビデオの中で ISS 近辺で現れた UFO を集めてみました。どうかご覧になってください。Bye for now!Let's coerce NASA into making a confession. Here is the proof and evidence of UFOs. アメリカの NASA を自白に追い込みましょう。ここに UFO の証拠と証明をお見せします。広林ハ,ハママシティ、ジャパ最初に ISS、つまり 国際宇宙ステーション近辺に現れた5つのタイプの UFO をご覧いただきます。2014年、今から少なくとも2年以上前にですね、ISS の固定カメラが捉えた UFO です。私が知る限り5つのタイプの UFO が カメラに収められていました。で、この中の一つが本物であるなら、残り四つも本物であると考えて良いわけですね。ところがですね、この中のタイプ1のと UFO と同じものが、2016年の9月16日もしくは17日に、UK のウェールズの警察ヘリが 赤外線カメラで捉えていました。これがその報告書ということになります。こうした UFO 検証で最も重要な点は、その写真もしくは動画の出どころということになります。がしかし、この動画は警察ヘリが捉え、なおかつ当該管轄の警察署がですね、この 動画を公表したという点で、これ以上の、まあ、これ以上しっかりとした手所の動画はないということになります。ここが重要です。で、テレグラフやデイリーメールをはじめとする複数の海外メディアがそれを報じています。ここが重要です。ブリストル 海峡上空300メートルを飛行していたところ、赤外線カメラに目視できない物体が映し,し出されたというと。午後9時30分ですから、まあ、目視できなかったのは当然かと思われます。で、これがオリジナルの動画です。それをじっくりとご覧になってください。で、後でもまた説明しますけども、この画像は 赤外線カメラで捉えられたものです、えー。のものです。つまりですね、見た感じ、白黒が反転しているということになります。白い部分が、まあ実際には暗くて、イコール黒くて、そして黒い部分が実際には白くて、つまり明るいということですね。まあいわゆる白黒、白黒がですね、反転してこのように表示されるということです。 その点を注意して、この動画をご覧になってください。そして、記事にはですね、Into the wind、風に向かって飛んでいったと。つまり、風船や気球ではないということですね。と同時に、まあ、ドローンでもないということになります。高度300メートル、夜のブリストル海峡の上空です。 で、角度によって、まあ、このように円形になったり、まあ、三角形っぽくなったりします。で、やや角度を変えて三角形になったりっていうところがあります。が、基本的には円形だということですね。円形の和がですね、二つ重なっているように見えます。これが、 2016年9月16日。私は下にあの記録が残ってます。残っているんですけど、そこには September the 16th、9月16日と表示されていますあの。記事の方では9月17日になっています。2016年の9月16日もしくは17日ということになります。 とももかくもこの動画が警察ヘリによって捉えたということですね。で、検証してみます。えところどころストップモーションを入れて、まあ、それがどんなものであったかということを皆さんにもご覧いただけるようにします。風に向かって飛んでいった。まあ、日本的に言えば、雲に向かって、雲の流れとは、まあ、雲、まあ 逆に飛んでいったということになるんでしょうかね。まあ、要するにこれがその、まあ、UFO ということになります。この辺りですと、ややこう角度が斜めになったのかなという感じがします。下に大円形部があって、上に突起物があるように見えます。 まあその都度角度を変えて飛んでいるということですね。そして注意していただきたいのは、この UFO そのものが、まあ時計回りに回転しているように見えるという点です。そして辺縁部がギザギザとしています。そこに注意してください。まあこうした物体がですね、2016年の9月 まあ16日か17日に UK で赤外線カメラに捉えられたということです。まあ、言うまでもなく UFO ということになるわけですけども、これと同じものが 実は ISS で、その今からちょうどですね、2年半前に固定カメラによって捉えられていました。まあ、それをこれから説明しますが、まずここで確認しておいていただきたいことは、この形ですね。そしては、まあ、はっきりはしませんけども、 周りがギザギザしていて、ゆっくりと時計回りに回転しているということです。そこに注意してくださいで。で、このギザギザがですね、20から21個であるということは、後でまた説明します。で、赤外線カメラっていうのがどういうものかということを簡単に説明しておきます。これは、この UFO を捉えたヘリコプターではありませんけども、 同じような動画が紹介されていましたので皆さんにも見ていただきます。赤外線カメラというのはですね、基本的には暗視カメラということになります。そして明るい部分が黒く、そして黒い部分が白く映ります。まあ、このようにヘリコプターに搭載してですね、警察では犯人逮捕の、まあ、道具として使っているということですね。でこれが元の画像ですけども 白黒反転しますと、このようになります。つまり、これが本来の明暗ということになるわけですね。これが本来の光ということになります。で、ISS の UFO をもう一度見ていただきたいと思います。で、これが2014年3月22日に私が作った動画です。ウェールズの UFO が捉えるちょうど2年。 6ヶ月前ということになりますね。2年約6ヶ月前ということになります。これが ISS。この ISS の向かって右側、この丸で囲んだ部分に注意してください。ここにその UFO が現れてきます。十分かご覧ください。ここですね。で、今から2年6ヶ月前には、これが、まあ、ほぼ本物というふうには、 断定しましたけども、しかし、まあ、偽物いたずらの可能性も、残ったといいますか、あったわけですね。で、ここに映り込んでる、まあ、UFO がですね、実は先ほどから紹介してます、UK のウェールズ、まあ、ブリスル海峡の上に現れた UFO の形と、パーフェクトに一致します。 それをこれから皆さんにご覧いただきますが、まずここで見ていただきたいことはですね、この ISS の右上ですね、このあたりにあらゆる UFO の形ですね。それに注意してください。で、この UFO の特徴はですね、 まあ、急、まあ、ゆっくりと近づいてきて、パッと消えて、そして、その瞬間、ちょっと間を置いてですね、ほんの少し間を置いて、後方にまた下がる、引き下がるという点です。そしてもう一つは、全体にゆらゆらとした感じで、やはり、時計周りにゆっくり回転しているように見えること、見えるところです。まあ、そういったことも、目を凝らして見てくださればわかると思います。今、だんだん大きくなってきましたね。 そして、瞬間消えますから注意してください。そして、次の瞬間に、後方に小さくなってまた現れます。今消えましたね。そして、後方に現れてまた近づいてきます。まあ、これは ISS の固定カメラですから、ブレはないものと思われます。で、明度を全体に上げてみますと、このような形が浮かび上がってきます。明度を 上げてみましたそしてここで、まあ、光の方向ですね、まあ、太陽光線がどちらから来ているかということも、まあ、続いて調べてみましたともかくもこれがですね ISS の近くに現れた謎の物繰り返します今から2年6か月ほど前にこの物体が現れました、まあ、明度を上げてみました サイドはやや上げましたけども、あとコントラストを少し上げて、まあ見やすくしました。それ以上の細工はしていません。これが ISS の、ISS で、まあ、固定カメラに捉えられた UFO ということになります。 まあこういう形をしていたわけですね。やはり偏炎部がギザギザしている。という点に注意してください。で、光の方向を、まあ、検証してみました。右下から左上に太陽光線が当たっているのがわかります。ISS の太陽光線もやはり右下から左上に当たっているのがわかります。影の方向でそれがわかります。つまり、 矛盾がないといととうことですね。左がその UFO ということになります。光の方向が同じであることを、まあまあ、検証の人つとして、ね、皆さんにお見せしました。そしてこの物体が ISS に現れたというわけです。で、 今から2年6ヶ月前には、これがですね、えー、UFO、ほぼ UFO であるという判断をしましたけども、UFO であるという確実な判断ができないでいました。が、今回、ウェールズ上空に全く同じものが現れたということでですね、この2年6ヶ月前に現れた ISS の着に現れた UFO は本物であるということになります。 右の方を白黒が反転しています。これが元の明暗ということになるわけですね。世界線カメラはちょうど、まあ、白黒が反転して、まあ、表示されるということです。で、元に戻したというわけです。で、この両者を比べてみてください。まあ、見た感じ同じとわかりますけども、ね、念のためにここが重要ですから、皆さん自身で確認してください。左は、ウェールズの警察ヘリがられた あごめんなさい。右の方はね。右の方はあ、ウェールズの警察兵が捉えた UFO です。左が ISS の近辺に現れた UFO です。ISS の固定カメラがそれを捉えました。つまり、右が本物であるならば、左も本物ということになります。これが証拠です。皆さんの、まあ、指紋と同じようにですね犯、犯行現場に残された指紋と同じように、 動かぬ証拠ということになります。皆さん自身で確認してください。この両者は本物であるということになります。右が本物ですから、左も本物ということになります。それ以外のことは考えられませんね。つまりこれが証拠ということになります。で、ISS の 5つのタイプの UFO に話を戻します。2014年8月16日にこの動画を発表しました。で、先の、まあ、その動画は2014年3月に発表した動画のものです。ですからまあ、この頃ですね、このような UFO が ISS の近辺に現れていたということです。 2014年の3月から順に5つのタイプの UFO を拾ってみました。で、その都度こうして動画を作って発表してきたわけですけれども、タイプ1、2014年の3月に作った動画の,の UFO と今回、ウェールズの警察ヘリが撮られた UFO と同じだったということです。皆さん。 これが証拠です。もう、こうなったらですね、なさに、自白を、あれはなさをしてですね、自白に追い込むしかないと、私、早い印は考えています。賛成の方は、どうぞ、まあ、高評価の方に1票を入れてください。Bye for now. Is Swiss Billy Meyer a biggest liar or a truth teller? スイスの b リ l l y m y e 世紀の大嘘つきなのかそれとも真実の告白者なのか今ご覧いただいている動画がですね、b リ l l y m e y が撮影したとされる UFO です。多くの研究者がインチキと 断じています。が、本当にそうでしょうか今、ライトがつきますから注意してください。ライトがつきましたね。まあ、ここまで細工してあるということになります。そして、右の翼端の方でも小さなライトがつきます。ライトがつきましたね。まあ、このような細工がしてあるということになります。で、今度は、 10分の1スローでご覧いただきます。ライトがつきますから注意してください。1970年代にですね、このようなインチキ動画を作って、ベリー・マイヤーは世界を驚かせたということになります。ライトがつきましたね。はい。で、これが本当に インチキなのか、まあ、逆証明ということになるわけですよね。まあ、これがビリー・マイヤーの UFO です。で、検証してみますがですね、この今、ライトがついた部分に注意していただきたいと思います。この右上ですね、金色のライトがついています。で、それと大変よく似たものがですね、まあ、ブラックナイトと呼ばれている UFO の この部分に見られます。同じように突起物があり、丸みを持った突起物があり、まあ、右下のブラックナイトの方は光ってこそいませんけども、形が大変よく似ているってことですよね。で、ブラックナイトは、まあ、このビレーマイヤーの UFO よりもですね、ずっと後に、まあ、こう、公開された写真ということになります。暴露された写真ということになります。で、もう一つのポイントはですね、まあ、これが今日の テーマになるわけですけども、これがビリー・マイヤーの UFO ですよね。で、このビリー・マイヤーの UFO の周辺部にですね、えー、奇妙な突起物がある点に注意してください。まあ、なんて言いますか。ノコギリの刃のように出てますよね。で、これは何かってことなんですけども、この、まあ、ノコギリの刃のようなものを数えてみましたで。突起物に向かってですね、中心から線を引いてみます。 で、まあ、わかっている部分だけで、まあ、右の方が4個あるわけですね。で、左の方も、まあ、4個と。で、黄色い線が、まあ、直径とい言いますか、中心線になるわけです。ですから、まあ、それをですね、まあ、このように等分に分けていますと、片側だけで10個から11個あることになります。で、両側では、あ21個ということになるわけですね。まあ、20個から22個ですから、21個ということになります。そしてですね、まあ、9月に、今年の2016年9月に入ってから、 UK UFO のウェールズで,です、ねあの UFO、が目撃されます。この詳しい内容はこの後にその動画をつなげておきますからご覧ください。で、これが UK のウェールズで、まあ、目撃といいますか、赤外線カメラに撮られた UFO です。それにも奇妙な突起物がついています。で、わかるところだけこうして線を引いて数えてみます。そうするとですね、まあ、これは偶然なのかもしれませんけども、やはり、えー、片方に 10個から11個。で、2倍して、両方で21個という数字が出てきます。まあ、数が、まあ、これは、あの、あくまでもですね、まあ、このような、まあ、ラフな数え方ですけども、まあ、片方に11個、10個から11個、両方で21個という数字が出てきました。まあ、ほぼ一致するということですね。プラスマイナス1から2の、誤差はあると思います。 で、スイスのベリー・マイヤーは正規の大嘘つきなのか、それとも真実の告白者ということになるかということです。まあその判断をなさるのは皆さんということになります。この動画の最後にアンケート用紙をつけておきますから、まあぜひ回答してみてください。それでは続く動画をどうかご覧になってください。バイ。 Hart, invisible and flying into the wind, UFO, was captured by police helicopter in Saint Athens, Wales, with. Onboard FLIR or infrared camera on September the 16th, 2 0 1 6 n i k u n g a では見えない風に向かって飛ぶ UFO を UK のセントアテンの警察ヘリコプターが赤外線カメラで捉えました。2016年9月16日のことです。なんと イギリスの警察ヘリが未確認の飛行物体と遭遇、その姿がカメラに収められたというのです。謎すぎる飛行物体に地元警察も頭を抱えていると、英紙、テレグラフやデイリーメールをはじめ複数の海外メディアが報じています。テレグラフによると、9月17日夜9時30分ごろ、NPAS つまり、 英国国家航空警察局セントアテンの支部所属のヘリコプターがブリストル海峡上空300メートルを飛行していたところ、赤外線カメラに目視できない物体が映し出されたというのです。今ご覧いただいているのがその映像です。この事実が UFO の存在を証明する証拠となりました。いえ、この動画だけで この動画だけで私、林博士はその証拠と言っているのではありません。これから順にそれを説明します。20分だけどうか時間をください。その20分後にあなたもこう言うでしょう。この動画こそが UFO の存在を示す物的証拠であると。広しハーマーマーシティジャパン。 こうした UFO の動画検証で最も重要な点は出所がしっかりしているかどうかという点ですね。が、この動画は間違いありません。イギリスのセントアテンの警察ヘリが赤外線カメラで捉えた動画です。で、この動画をもとに検証を重ねてみますが、これは赤外線映像ですから白黒が白黒が反転しています。で、その動画、 のですね、出所をもう一度皆さんと一緒に確認してみたいと思います。これが NPAS のホームページです。英国家航空警察局ということになります。で、その中にですね、こうした記事が紹介されています。u f o の撮影に成功したというわけですね。で、その中に、まあこのように書かれてますけども、 この物体は何かということですね。で、この物体についてこれから検証をしてみます。これはまさしく UFO ということになるわけですね。未確認飛行物体ということになります。で、肉眼では見えなかったということですね。午後9時過ぎですから、肉眼では見えなかったのは当然かと思われます。 ま、光を走っていなかったということですね。が、赤外線カメラには映っていたということです。高度は177フィート。で、地元警察も頭を抱えていると。テレグラフやデイリーメールをはじめ、複数の海外メディアが報じている。まあ、出所はこのようにしっかりしているということです。が、この程度で、先にも言いましたように、私、林士がこれでもって UFO の証拠などというつもりは、微信もありません。 まあ、しばらくお待ちください。で、この UFO について話を進める前にえ検証してみます。まず、まあ、オリジナルの UFO 動画を見ていただきたいと思いますが、このように、まあ、飛行部隊が飛んでいたわけですね。で、これをどう解釈するかですけども、まあ、皆さん自身で 判断してみてください。これは何かということですね。そして、まあ、その、まあ、この記事によればですね、この UFO になる物体は、風に向かって飛んでいたと、すなわち、まあ、ドローンやあー、あるいは気球のような、まあ、風船ではないということですね。まあ、そこが一つのポイントになるわけです。で、これは何かということですけども、ここだけでは断定はできないんですよね。 ここだけではということは、この動画だけでこれが UFO であり、またこの、これを、これでもってですね、UFO の存在を示す証拠とは言えないということです。まあ、ともかくもこのオリジナルのその動画を今皆さんにご覧いただいてますけども、えー、まず皆さん自身の目で見て、まあ、皆さん自身で考えて判断していただくということですよね。 風船だと思うならそれはそれで結構だし、ドローンだと思うならそれまた結構だということです。高度300メートルです。まあ夜9時過ぎということになりますよね。で、日付がですね、記事によると17日になってますけども、下にあの動画撮影の記録がついでにこうっなってますか、タイトルのように出てますけども、それを見ると16日になっています。ですから私は9月16日とここで表記しました。 で、この物体がですね、まあ、雲と同じようになって消えたり、あるいは現れたりしますが、角度によってこのように、まあ、円形に見えたり、あるいは、まあ、なってますか、三角形に見えたりするということですね。ここも一つの重要なポイントですから、しっかりと確認しておいてください。えー、二つの輪がこう、なってますかね、リングがくっついているように見え、ようにも見えます。 で先ほど言いましたように、これは白黒反転なんですよね。赤外線カメラで捉えますと、まあ、白黒が一般的には反転して、まあ、表示されるということです。ですから、まあ、白い部分が夜の景色であり、黒い部分が UFO ということになるわけですで。肉眼では見えなかったという点で、まあ、光ってはいなかったということですね。ここですね、まああの。風に逆らって飛んでいるということです。で、これが何かということなんですけども、繰り返しますが、 ここだけでは判断できないということです、まあ。しっかりここを皆さん確認しておいてください。ともかくもこれがオリジナルの、まあ、フッテージということになるわけです。で、まあ、ヘリコプターの赤外線カメラがこれを捉えていたということですね。で、これは何かということなんですけども、実は、 あとで言いますけども、これと同じものが別の場所で撮影に、撮影されています。まあ、その前に今皆さんにこのように、イギリスとですね、ウェールズの上空に現れた UFO をご覧いただいています。で、ところどころにストップモーションを入れて検証してみます。えー まあこういうふうに飛んでいたということですね。で、円形になったり、まあ、角度を変えることによって三角形っぽくなるということですね。で、ここでストップモーションをかけてみます。で、明度を上げたりサイドげ、サイドはほとんどいじってませんけども、明度を上げたり、コントラストを上げたりしています。まあ、このような形が浮かび上がってくるということです。まあ、一見すると、2つの円で構成されているようにも見えます。 中部からご覧ください。今度は別のシーンでストップモーションをかけてみます。この逆、またなんて言いますか、三角形に見え,る見えるような部分ですね。なんとなくここ三角形にも見えるということです。まあ、角度が違ったということになるのでしょうか。これが後でまで一つの重要なポイントとなります。まあ、角度によってね。 まあ円形形にに見見ええたり、あるるいいは三角形にも見えるととうことです。繰り返しになりますけども、えー、赤外線カメラで捉えた映像というのは白黒が反転しているということですこれも一つの重要なポイントになります、まあ、このような形をしていたということですよね、まあ、カメラがしっかりと捉えていたということです 部、えー、くださいで、まあ、全体としては、まあ、風に逆らってと言いますか、雲に逆らって飛んでいるとが。しかし、ゆらゆらしているのはカメラの方のブレーカーかもしれませんね。このあたりでそれがわかると思います。まあ割と直進飛行をしているということになります。まあ、この角度から見ると、 ここのよううに見えるいうことといですねで。またこの角度から見ると今度は円形にも見えるということです、まあ、イギリスの警察ヘリコプターのいいところはこうした画像をです、ねまあ、堂々と発表していくということですね日本では考えられません、まあ、それはいいんですけどもねいいってわけじゃありませんけども、まあ、日本は 閉鎖主義の国ですからね。まあ、要するに、こうして見ますと、まあ確かに円形の物体が飛んでいたことは事実です。まあこれをですね、ヘリコプターであるとか、今問題になっているドローンであるか、ということになりますと、まあそこまでね、いわゆるマジグソーパズルのチップの駒を埋めろと言われましても、それはできないんですよね。が、林宗は、これを元にですね、UFO の 存在をこれから証明しますじっくりとご覧になってくださいよ。まあ、要するにこれがストップモーションで止めたその UV4 の形ということになります。これはピントが合わないときにあのように、まあ、ハレーションのような形感じになるわけですね。でこれと同じものがです、ね、実は ISS で捉えられていました。それは随分、えー、以前に発表して それから9月24日にも発表させていただきました。で、この ISS の、まあ、固定カメラがですね、実はこのような UFO を捉えていました。756号でそれを発表させていただきました。2014年の3月22日です。まあ、今からもう、ねえー、2年半近く前ということになります。 で、この ISS のですね、固定カメラが、まあ、右の上の方、右の中央あてでここですね、このあたりにその UFO が現れてきますから、注意深くご覧ください。で、これを発表した時にはですね、まあ、UFO とは断言できないと。というのは、いたずらの可能性もありますからね、この世界本当に多いです。あの、自らいたずらを作って、まあ、UFO と思い込んで、そして発表している人もいますから、注意が必要です。 ともかくも、ここにそうした物体が現れてきます。えー、注意深くご覧ください。まあ、見にくいですけども、ただ、ただぼんやりとなんとなく見えますよね。その、この丸い部分に注意してください。そしてその物体がですね、急に近づいたり遠ざかったりします。今のこの丸い部分あたりをしっかりとご覧くださいね。えー、そこに、 今、出ますか、ウェールズの上空に現れて、そして世界線カメラに撮られたのと同じ、全く同じ UFO がここに現れてきます。拡大しています。ここですね。そして全体にですね、ぼやぼやとして、ゆらゆらとして、そしてゆっくりと回転しているのがわかります。ここですね。それを注意深くご覧ください。 で、初めは小さいんですけども、だんだん近づいていきます。そして、注意深くご覧くださいね。ゆらゆらとしながら、まあ、ローテーションをしているということですね。ゆっくりと時計回りに回,回っているのがわかりますかゆらゆらとしながら、そして ISS に近づいてきました。そして回っていますね。まあ、これが何であるか、今から2年半、 前にはですね、まあ、断言はできませんでしたけども、というのは先ほど言いましたように、まあ、いたずらもありますからね。しかしこれは ISS の固定カメラが捉えた、ああ、まあ、UFO ということになるわけです。明度を上げてみますと、このような形がくっきりと浮かんできます。拡大しています。この形なんですね。しっかりとご覧ください。この形なんですよ。これは赤外線カメラで捉えたものではないですから、元の光、色ということになります。 明るくしています。これが ISS が捉えた u f o ということになります。もう一度、私の方でですね、拡大、そして、明度を上げてみます。そうしますと、こういう、まあ、形が浮かび上がってくるというわけです。で 2年半前には UFO とは断言できない。何かの、まあ、別のものかもしれないということで、まあ、一度はペンディングにしました。それと同じものがですね、今回、UK のウェールズの戦闘アテンの、まあ、警察ヘリコプターが撮った世間線カメラの映像の中に映っていたというわけです。これからそれを比較してみます。この輪郭がですね、ぼやぼやぼやとしている点に注意してください。 で、光は、まあ、右下の方から当たっていると。これは、あの、えー、ISS の光の方向と一致しています。まあ、そうした検証もしてみたわけですね。で、まあ、IS の方も右下の方から太陽の光が当たっていると。まあ、そういうことで、この UFO の受けている光とは矛盾がないということを、こうして証明しました。左上が、これがその UFO です。光は右下から来ていますね。 そしてそれが映り込んでいたということです。で、それをもう一度私の方でメイドを上げて確認していただきます。ここが重要ですからしっかりとご覧ください。円形が二つあって、そして輪郭がぼやぼやとしていますね。で、この形と、ウェールズに現れた UFO の UFO と比較していただきます。これが ISS が撮られた UFO の写真です。動画ですね。右が UK が撮られた、UK で現れた UFO です。白黒が世界線カメラですから反転しますから反転します。これが元の色ということになります。これが元の色ということなんですよ。色というか白黒になるわけですね。明度になるわけです。で、それを両者を比較してみます。 もう見たか、見た感じでわかりますよね。全く同じなんです。全く同じなんですよ。まあ念のために皆さん今このようにご覧いただいてますけども、この両者は全く同じだということです。輪郭がぼやぼやしている点も同じだという点に注意してください。で、ここにまあ、中心部のようなものがあるということですね。そして輪郭にですね、 まあ、ぼやぼやと言いますか。右の方を見ていただくとわかりますが、あ、ノコギリの歯の,のようにトゲトゲになっているのわかりますか右の上の方に注意してください。右の、右の上の方ですよ。えー、輪郭がトゲトゲしく、トゲトゲってしか何て言うんですかね。ノコギリの歯の,のようになっているのがわかります。えつまり、綺麗な円ではないということですね。それは、左の ISS に現れた UFO もそうであると言えます。そのようですね。 まあ、輪郭がぼやぼやとしているのは、そのためだということになります。まあ、この両方とも、本物か偽物かということになりますと、両方とも、本物であるという、まあ、論理の、論理的に考えればですね、まあ、ことになります。いいですか両方とも、本物であるということになります。これが第一の証拠です。が この程度では皆さんまだ満足なさらないと思いますね。実はこの事実がさらに重大な謎解きの事実へと繋がっていきます。先ほども言いましたように、このぼやぼやとしたところはですね、まあなって言いますか、ノコギリの歯の,のようになってますね。ここを注意深くご覧ください。ここを注意深くご覧ください。これがですね、今まで解けなかった謎を解いてくれました。皆さんいいですかこの UFO なる物体の周囲がですね、 ノコギリの刃の,のようになっています。ノコギリの刃の,のようになっています。イコール、ビリー・マイヤーの u f o ということになります。ビリー・マイヤーの u f o をご覧ください。やはり、周囲がトゲトゲしく、ノコギリの刃の,のようになっています。これでビリー・マイヤーの u f o が本物であったという証拠になります。 長い間疑われて、懐疑的な人はビリー・マイヤーの UFO を偽物である偽物であるということを論じてきました。主張してきました。しかし、それから40年近くを経て、今、そのビリー・マイヤーのこの UFO が本物であったということが証明されたということになります。注意深くご覧ください、皆さん。これが証拠ですよ。ビリー・マイヤーの UFO が本物であったという証拠なんですよ。一キだ偽物だって 嘘つきだと言って罵倒してきた皆さん反省してください少しはえっとまあ少し熱くなりましたけども、ビリー・マイヤーは悔しかったんでしょうね。悲しかったんでしょうね。いわゆるまあなってますか、嘘つきと罵倒されて、まあこの世を去っていたわけですけどもね。まあこのビリー・マイヤーの UFO の縁を見てください。この縁が夜 ISS で撮られた UFO と、そして今回、ウェールズで撮られた UFO の縁と一致します。おそらく詳しく調べれば、その数も一致するはずです。下が、ビリーマイアが別のところで撮った UFO の写真です。右上が、これが ISS が撮られた UFO です。そして右下が、今回、ウェールズで撮られた UFO です。で、比較してみてください。この4社は、 同じであるということがわかります。まあ、最後にもう一度、ウェールズ上空に現れた UFO の動画をご覧いただきます。少し暑くなりましたが、どうかお許しください。Bye for now!